い、じゃあデュエルジェルさんのインタビュー始めます。よろしくお願いいたします。お願いします。2月19日に、ニューシングルと DVD が出るということで、そちらのお話を詳しく伺います。進行はライターの村上さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願い。それで緊張するんだからじゃあ今回もよろしくお願いします。お願いします。そういうわけで、まずは新しいシングルクロノスに関するお話なんですけど、このシングルはね、どんな構想のもといつ頃から、制作に入ったのかという、まあ、テーマとかねあったんですか。まあ、制作自体は、年末だっけ、年末に始めたんですけど、実はそのクロノスの楽曲自体は、夏ですね。夏撮ってたのか。夏です。7月です。早いですね。え、7月って言ったら去年、一昨年の、去年、去年です。あ、そっか。前に撮ったじゃん。え、本当？もっと前だっけ、7月だと思うな。僕フォルダで見たからな。去年の7月に撮ってたんだ。そうです。復活ライブの頃。いや、え、仕事でしょ。仕事でしょ。あ、4月。あ、4月。ちょちょちょ、It's Just Love を撮るより前に、前に撮ってるんです。そうなんだ。だって去年の11月に書いたの、フォルダーが。一昨年じゃないの。一昨年の。一昨年じゃん。そうか。違う。違う。ちょっと君たち、そこで立ち止まらないで。まあ、とにかく結構前に曲はあったんですね。はい、はいはい。レコーディング自体は相当前に撮ってあって、はいはい、まあ、温めてたんですよね。だからやっぱりその、まだハヤトがボンボン歌えないという状況だったので、うん、じゃあ曲だけボンボン撮っといて、あ、いつ、あと、後で声入れてもいいように、うん、っていう感じでの一曲で撮ってあったんで、かなりこの曲自体の、まあでもまあ撮りしかやってなかったんで、ミックスとか全然だと、全然変わっていく工程はあったんですけど、はい、ね、まあでもすげえいい曲だし、いずれシングルで出そうっていうことはその頃からもう思ってたと思って、そうですね、ですね。だからIt's Just Love と競ったんですよ、出すとき、うん、1曲だったんで。でもそのかなり挑戦してる曲なので、冒険してる曲なので、まあ、It's Just Love をリリースするにあたって、まあ、でも今じゃないかなという話になって、じゃあ次のタイミングかねっていうことですね。ね、はい。となるとですね、この曲、要するになんていうかな、このタイミングでいろんなテーマに沿って作った曲じゃなくて、はい、作ったの結構前のわけでしょ。そうですね。作った時のこととか覚えてますか。作った日が弟の誕生日なんですよ、あ、今日誕生日だなと思って何やりたいかな、どんな、なんか面白いことをやりたいなと思って、うん、そしたらなんかこう前からそのデジタルロックが好きで、うんうん、ちょいちょい出してたんですけど、うん、まあ結構ちょっと今ほど出してないですけど、うん、ちょっと出したやつとかもポツってて、ポツになった曲もあったんで、はいはいはい、逆に今度はもうがっつり全面に出して見たらみんなの反応どうかなみたいな。そうなんですよね。で出したところみんなの反応は、どうだったっけ。どうだった俺的にはすごい、あ、なんていうの、新しいとこ行きつつ、でもやっぱすげえかっこいいなって思ったんですけど、エレクトロ。ああ、ありがとうございます。で、どうだった、その、これもう、うん、即丸印がついた記憶ありますね、うん、はい、これさ、いわゆるその打ち込みとか、はい、もう全部夏木さんがやったの。ほぼメインとされてるとこはそうだよね。うん、そうだね。そう、ちょっとなんだ、トランスとかユーロっぽいテイストがね、はい、入ってて、俺あれもしかして俊くんの好みかなっていう気もしたんだけど、最初からああいう感じのが、なんていうんですかね、うん、そのたまたま夏木がそうエレクトリカの要素を入れたいと考えてたのと同時に、うん、僕も同じことを考えてて、うん、そのハヤト休養中に出したし、うん、配信限定シングルノットの時に、うん、それがやりたいからっつって買った申請があったんですよ。わざわざ僕はそれを使って作って、まあ、世に出たんですけど、うんうん、で僕は彼らに話、その話をしてなかったんですけど、うん、夏希がそのこのクロノスの叩きで作るにあたって、うん、
サンプルで使ってたシンセがその僕が買ったシンセと同じだったんですよ、たまたま、はいはいはい、で夏木から、まあ、そのデータをもらって僕がその製品守ってるから起こしてみたいなところで、すげえシンクロしてたんだ、ね、そうなんですよね。で、まあまあ僕からももちろん意見としてこういうの入れたらどうだとかもいろいろ出してたんですけど、うん、その桶の叩き台がすごい昔にできてたから、うん、そのシンセアレンジでやり直し期間が半端なかったね、とりあえず、うんうんうん、何回書き直したかとか、うん、でも逆に言うとそれだけやっぱり大きな要素になってるってことですね。そうですね、うん、そうですね、そこは一つ特徴になってますよね、うん、で、あとまあもう一個はね、何でしょう、アッパーカツドラマチックな感じで、なんだろう、ここのところなんかその路線がね一個得意にな感じになってるかなとも思うんですけど、あ、そうなんですかね自分もう全然わかんないです、なんか独特な感じがあって、うんうん、個人的には今回も来たって、 ありがとうございます。これ生なんですよね緊張してるやっぱりちょっとなんか俺の言葉がおかしいって自分で思うわけですよ、すいません、ね、はい、で、ね、この曲聴いて、まあ、林さん歌詞をね書かれたわけですけど、はいましたね、歌詞に関しては、どんなことを言って、はい、そうですね、聴いた時のその、うん、デジタリックな感じとかがなんかちょっとSF っていうか、なんかちょっと現実離れしてる感じの歌詞と合うんじゃないかなって聞いた時の印象で思って、うん、だったらもう思いっきりフィクションで、うん、ストーリーものでなんか一個考えようかなって思って書き始めて、でその結構最近なんかこうシュンとかユウちゃんがハマってるなんかそのアニメがあって、うんうん、勧められても僕結構見ないんですけど、ほらここでかここでカミングアウト、うん、基本的に見ないんですけど、なんかその作品は、うん、見たんですよね、うん、で見てみたらすごく面白くて、まあ、なんかすごくよくできてる話なんだなってすごく感心して、でそのことがずっとこう頭にあったんで、それもちょうどなんかこうちょっと SF っぽい話で、うん、だったらなんかちょっとそれを題材にそこからヒントを得て書いてみたら面白いかなって思ってできたのがこの曲ですね、うんうん、なんかでも、ね、不思議なもんで本当本でも映画でも何でもそうだけど、はい、その時に自分に必要なものってやっぱ自然と、うん、どっかでこう、ね、出会うんだよね、そうですね、触れてますよね、だから今回もそのアニメがそうだったのかなって思いますけどね、うん、そうですね、だから結構日々なんかこう映画見たりとか本読んだりとか常にしてるんですけど、でも見てる時は絶対これ多分ご縁はないだろうなって思うことが結構多いです、うんうん、こんなことを多分書かないだろうなとか、うんうんうん、まあ、見ててもあんまりピンとこなかったりとかすることあるんですけど、今回はなんかすごくたまたまタイミングがあったっていうか、うんうん、そうですね、割とこう力強く言い切る系の歌詞じゃないですか、あ、確かに、ね、君のためなら海に書いてやるとか、はい、守りたいとかね、うん、なんかそういう曲調とやっぱ合ってて、はいはい、なんでしょう、力強い、うん、確かに感じになってますよね、そうですね、うん、なんかこう表現したかったのは多分うじうじしてたんだけども、どっかで変わらなきゃいけないって思う瞬間に、うん、そのなんかこうパワーがこう弾けるみたいな、そのなんかこう決意みたいなのってこうかっこいいなって思うんで、うんうん、そこがまあ表現できてればいいかなと思います、うんうん、そうですね、はい、はい、じゃあ、続いてそれぞれまあ、プレイ関係というかね、ここまで一言も発していない頑張ってこらこらこらこの曲どうでした、まあ、聞いた印象だったり、あとギタープレイに関して、そうですね、初めて聞いた印象は夏木らしいというか、うん、僕も夏木も結構その新生リードが入ってる曲を結構共有し合っていた時があって、そこから夏木のメロディアスな部分うまく融合して出してきたな、僕もちょっと似たテイストのデモがあったんですよ、はいはい、そこまで詰めらんなかったんですけど、やっぱりうまく融合してきて面白いなと思いましたね。そうですね、ギターに関してはなんと今回
ソロ僕が驚愕の今声がそうなの？そうなんです失礼しました。とんでもございません。いや、それまたどういうどういういきさつで。そうですね。ああ。なんでなんですかね。もう、うん、この曲撮ってる時に撮ってる時にはシングルとかっていう話じゃなかったのかな。うん、まあ、うん、そうだね。まだ未定でしたね。まだ未定で、ね、で、まあ3曲ぐらい撮ってる時に、うん、1曲ギターソロなんかやんないよみたいな話になって。ちょっとうっすらあってで、そうですね、夏希が持ってきたデモのソロが入ったんですよ、もうソロの。あ、で、それが、夏希が早弾きじゃなくて、うん、って言ってたよね。そう、早弾き、なんかイメージのソロとしてはもうメロのソロで、はいはい、早弾きは一切いらないなって感じだったんですよ、うん、イメージはだったんで、ちょっとその方向性にちょっと伸ばしていこうと思って、夏希の持ってきたさメインフレーズ、メインテーマのフレーズから、うん、まあ、ワウにしてみたら、このフレーズだったら反復のフレーズなんでワウにしたらいいかなと思って、うん、その後ちょっと外したようなコードでハモリ足したら、まあ、しゅんちゃんっぽくはないかなと思って、うん、やっぱソロ、うん、2人で掛け合いとかやってるやっぱしゅんちゃんが結構初めに作って持ってくるんで、俺の手癖もしゅんちゃんの手癖に、俺の手癖でしゅんちゃんの手癖でもあるんですよ、うん、やっぱ似てる、うん、似てくるんで、うん、そこからもういかに話すかっていうのばっかり。いいね、うん、まあ、本当にあの久しぶりにギターソロ弾いたかと思えばワーがかかってるみたいなね。そうなんです、やっぱ変態みたいな違う意味での変態みたいな、ね、いやでもすごいいい服になってると思うし、あのソロもね、なんかあのベースソロがあってからのギターソロ、夏希もまたスラップのそうなんすごい変なゾーン作ってくるんで、もう割るぐらいかけないと対抗できんみたいなそっから急に下がるの嫌じゃないですか。そうだね確かにあの流れはこうクッとテンションがこう何ていうのか上がっていく感じあるよね。そうですね、だんだん上がっていって弾けてまたビーム戻るみたいな、ね、じゃあ、はい、ドラムが、うん、ドラムに関してはどうでした。ドラムはもう疾走感命みたいな感じで、うん、まあそのなんていうんですかね、その打ち込みが多い分、うん、リズムはタイトにいかないといけないなっていうところで、結構音も全体的に締まってるんですよね。これでも相当早いっすよね。これ早いですね。早いよね。早いけどなんていうんですかね、早いなりに早いフレーズを入れるというか。そうなんですよ、はい。でしかもそれをパワフルに叩ける系なんだよね。あ、本当ですか、うん、なんかそのちっちゃい音符、速いフレーズって、うん、なんかやっぱどうしてもその一打一打がこう、うん、おざなりになりがちなんですけど、 でもちゃんと発音しないと良くないんで、うん、そこを結構やっぱ気はつけたんですけどね、うん、だからそれを分かってくれると嬉しいです。いやいや、分かりましたよ。あ、本当ですか。さすがはと思ったロックドラマだなと思って、はい、あ、嬉しいです、うん、そのダイナミクスっていうんですかね、うんうんうん、がないとやっぱその疾走感も単なる上辺だけになっちゃう、ね、うん、そうなんですよね、うん、そうなりたくないなっていうのがあって、でそこらがちゃんとこうできたって形にできたと、ね、ああ嬉しいです、それ分かっていただけさすがですよねちょっと待ってたよ、先にベースさんに言ってもらっていいですか。これまあ自分の曲ね、はい、ではあるんでベースいろいろ難しかったかとも思うんですけど、逆になんか基本的にデモ作りってベースが一番最後なんです、うん、そうそうね、うん、でバーって骨組みができた時に、うん、普通にオクターブとか入れると面白くないなと思って、うん、でスラップを3年前ぐらいか4年前ぐらいか、うん、そのぐらいから結構本格的にちゃんと練習し始めてて、うん、あスラップでこういうエレクトロな曲ってないじゃんって思ってスラップにしてみたんですけど、そしたらすげえかっこよかったって、ね、かっこいいじゃんってなって、うん、かっこいい、そのスラップのフレーズもスッて浮かんできて、あ、本当、うん、なんかこう
じゃあベースソロ入れちゃうみたいな。なんかそれ自分がベースだからそのベースソロを入れたっていうわけじゃなくて、うん、この流れでここに来たからベースソロは来た、うん、じゃあギターソロ盛り上げるで変なアウトロみたいなのがある。で俺はイントロに戻ってたんですよ、そこから実は、うん、デモの段階で、うん、まあ、なんか普通に難しいですね。マジで難しいです。ライブで全然動けないですよ。一回やったんですけど。まあまあでもね、なんていうの、そうやってこう作品ごとにさ、そう、なんていうの、自分にそういうハードルじゃないけどね、はい、貸していくっていうのは大事なことなんでね。はい、いいと思いますよ。はい。ありがとうございます。しゅん様。僕、今回特にこの曲に関しては。そうだね、ソロ弾いてないとしたら、だいぶやってないですね。ただ、うん、B メロがすごく面白いですね。B メロ？ B メロみんなのリズムと僕だけ違うんですよ。そうですね。違う世界線を僕は言ってるんですよ。そうそう。みんなつったつっちゃちっつってこうずっと食ってるところとかも僕だけずっと思ってヒーって普通に吹いていてるところあって、この間ライブでやってみたらまあ難しい難しい。そうだろうね。僕はどこにいればいいんだ。そうだろうね。ねえ、しかも B メロはそのみんな違うとこ行ってるギターをこうダブルに振ってますよね。振ってますね。強調してますよね。だいぶ強調されましたね。でもすげえいいと思うよ。あの B メロは確かにすごいしゅんくんっぽいなと思った。でもあのフレーズ作ったのは夏希なんです。でもイメージしてたもん。ただその夏希の面白いところってそのギターって多分こうなんだろうなで作ってくるから絶対ギタリストが やんない運指の形のフレーズなんですよ。わかる。それはどうやってギターでできるようにするかなっていうところで着地点が難しいのはいつもあるんですけど。でもすごいいいよね B メロ。あ、ありがとうございます、うん、なんか結構 B メロこだわってて、うん、すっごい突っ込んで食ってるみたいなのがすごいやりたくて、なんかちょっとそのデモ作りの期間だったんですけど、ちょっとドラムをちょこっと凝ってみようみたいな、うん、やらなそうなことをやってみようっていうのですげえみんなに課題を与えているいやいや、うん、と思ってなんかこうそういう風にしてみたんですけど、なんかいい感じにハマってくれればいいなと思って、ね、まあそれにほら自分自身もにもそういう難しいところを与えたわけだからね、はい、ね、はい。でこれさ、あと歌ですよね、はい、ちょっとかなり新機軸な感じでびっくりもしたんですけど、はい、歌に関しては A メロのあのちょっとケロってる感じっていうか、うん、あれはまあちょっと曲に合うんじゃないかなと思って提案してああいう感じで撮らせてもらったりとか、結構、まあ、デジタリックな曲なんで歌もやっぱりちょっとパンチがある感じにしてもらいたくて、うん、そこはちょっと意識して撮って、でそれに対してもまっさらなファルセットがこう入ってくるっていう、なんかそのギャップみたいなのがいいかなって。これだからさ、確かあれですね、ファルで始まるんですね。ああそうですね。で A メロはそのエフェクトボイスで、うん、はい、ちょっとこうじらされてる感があるんですよ。うん、でその後バリッとあの美声が炸裂するんで、はい、すごいなかなかうん、この流れは、あ、面白いかなと、うん、面白いしすごいいいなって、はい、なんかこう聞いた時サビのなんかその開放感っていうか、なんかバーンって開ける感じがすごいこの曲のなんかこうミソだなって思ったんで、うんうんうん、なんか割とそこでもやっぱりまたギャップがあるっていうのはちょっと狙って作りましたね、うんうん、そうなんですよ。だからこの曲ってその楽曲もそうだしプレイもそうだし、ものすごいフックがいっぱいあるのに、うん、なんていうかな、そういう音楽の詳しいこと分からない人が聞いたらすげえかっこよくてバーッと疾走していく曲に仕上がってるんですね、うん、そこがね、さすがはって思いましたね。そこ見抜けるのがすごいですね。いや本当にやめてやめて、生だと緊張してるそんなことでやめて、まだ緊張解けてないちょっとしかもなんか喉の調子が悪くてなんか咳込みやがってとかすいません、はい、じゃあ続いてカップリングにね、はい、行きましょうかね。シュラシュラ、これね、はい、すごい曲ですよね。いやもうまたなんかちょっとネタ曲を作ろうかなと。いやこれ来てるよね、はい、どうしたらこういうのできるのかなと思ったんですけど、うん、その独立してすぐ出したゼロというミニアルバムに「おぼろ月」という曲が入っているんですが、その時にあの
自分がギターで人に弾いてたフレーズが琴のスケールに近いことに気がついて、まあ琴の音階、陰線法、陽線法っていうのをメインですけど勉強したんですよ。でその時にあ、こう、このスケール使ったらこういうこともできるんだって思って、スケッチでイントロのリフだけ録音して置いてあったんですよ。はいはいはい。で曲出しの時に、なんかあるかな、どうせなら激しいのがいいよなと思って探してる時にそのイントロ見つけて、ああじゃあもう一回書いてみっかっつって、でやっぱおぼろ月と似ちゃうのは良くなかったんで、もうバル君には泣いてもらって、いやもうねド迫力だよね。いやいやもう、とりあえず和風メタル貫きつつ、そうなんだよね、やってみようかな。でもさ、和風メタルだけどやっぱ俺は独自の感じになってるなってすごい思ったんだよね。あのさ、和風メタルの人結構いるじゃん、はいはいはい、でも彼らとはやっぱテストちょっと違う、あ、うん、独自な感じになって、まあ、確かにそうですね、うん、だから決して模倣とかっていう感じを受けなくて、うん、やっぱあれじゃないですかね、あの雅楽に基づいた転調の仕方とかには習ってないからじゃないですかね、うん、僕の勝手な理論で、うん、勝手にこうA メロ B メロサビっていうのがもう全然スケールも、ね、何もかも違ってくるっていう手法を使ってるんで、うん、そこかな、うん、もしそう言っていただけるのであれば、そうだと思うよ。だからすごいかっこよかったし、なんだろうな、俺はね色物って感じはもしなくて、あ本当ですか、うんうん、全然ありかな。あの刀の音とかね、うん、最後までメンバーにいらないんじゃないかと。いやでもなんか僕は入れたい。ああいうのがシュンクらしいような気もするし、うん、もう作ってる時からもう妄想が止まらなくなっちゃって、ああいうのいっぱい出たんですけど、うんうんうん、もう歌詞もカイドに考えする時にも、うん、そういう刀でしか生きられない男の話してくれ、お願いしたんだねっていう、うん、そうっす。あれ今なんか一瞬キョトンとした顔してなかった。そうそう、刀でしか生きられない、うん、まるで旬のような、そうだね、話ですね。僕は多分もう 刀を片手でこう持つこともできない、ね、で関節がグニャグニャでグニャグニャだからで、まあそういう話聞いて、そういう話聞いて、これもやっぱり自分の中でなんていうのストーリーとかを考えて書いてた。そうですね、うん、この曲は旬の方からなんかこう新選組のみたいなイメージでとかって言われて、新選組のって言われても難しいなとかって言ってたんですけど、うん、うん、なんかその剣でしか生きられないなんかその男の話にしたいって言ってたんで、もともと僕新選組すごい好きだったんで、だったらモデルは土方歳三だなとか勝手に思って、でいろいろこう本読み返したりして、で書きましたね。モデルは土方さん、土方さんなんですね。そうなんです、ね、これでもさ、やっぱりなんだろう、はい、すごいあのなんていうの、世界観が深くてね、歌詞も、はい、こう一朝 一石っていうんですかね、よくわかんないけど、ワクサラでできるものではないなってことで、ね、ありがとうございます、うん、はいはい、なるほど、うん、そうですね、まあ、もう表現したかったのはなんていうんですかね、うん、こう、うん、まあ、修羅の道を歩まなきゃいけないんだけど、その、うん、歩まざるを得ないなんかその悲哀みたいなのが書きたくて、ただひたすらに強かったら別にそ話は面白くなくて、意外と人間臭かったりその仲間が死んでいく悲しみみたいなのをこう打ち消すようにこう強くならなきゃいけないっていうなんかその悲しさをこう悲哀みたいなものをこう表現したくて、うん、いや出てるよね、はい、だからその敵も倒しつつそこになんかそのなんていうんですかね、悲しみもあるんだけども、でもそれをまた乗り越えてもっともっとこう修羅になっていくっていう、うん、もうそうならなきゃいけないみたいな、なんか そういう思いってなんかちょっとまあある種なんていうか悲しい話ではあると思うんですけど、まあ、そういう悲哀がテーマですね、うん、そうだね。これだから歌詞もねすごいこうじっくり見て聴いてほしいなって、はいはい、ああそうですね、うん、そうしていただけるとよかったよね、こういうそういう詩もね。そうですね、うん、まあ、上がってきた瞬間にもうびっくりしました、うん、これださすがはって感じ、ね、さすがだ、うん、ありがとうございますそしてね、さっき話もあったようにね、もうなんていうのこの曲
ツーバタンですね。叩きまくってますね。叩きまくってるし、あのなっちの質感をちゃんと録音できてよかったなってそう思った。あ、本当ですか。ライブで聴いてる感じに近いんだよね。なるほど。うん、パカパカ言ってなくて、ダス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 って。やっぱり長年の付き合いのエンジニアさんの力もあるから。いや、あとやっぱりあれです。脚力、脚力。今回あのこの曲だけタムが新しいんですよ。タムが今まで、そうだ、その僕の、ヤマハのロックツアーカスタムっていうセットをずっとレコーディングでもライブでも使ってて、うん、もうそれはもう8年から9年ぐらいずっとそれなんですよ。で基本僕はそのセットしか持ってなくて、でもっと言えばちょっと話は戻るんですけど、うん、クロノスで使ってるPV で使ってるセットは、うん、僕の亡くなった師匠からちょっと譲り受けたもので、はいはい、それはでもなんか録音とかで使ってるんですよ。あの PV だけで使ってますけど、で今回そのちょっといろいろその機材のことをいろいろ僕もちょっと興味あって調べてたら、そのヤマハから新しいシリーズが出てて、でどうやらそのライブカスタムっていうのがあるんですけど、うん、それがすごくマイク乗りがいいっていう話で、ちょっと使ってみたいなと思って、で結構そのヤマハの方に相談する前にちょっともう買っちゃえと思って、うん、タムの僕8、10、12って使ってるんですけど、8、10だけ買ったんですよ、うん、でライブでちょっと使ってみたらすごいやっぱ抜けるんですね、うん、抜けが良くて、で生音だけ聞いてもそんなになんか今までとめちゃくちゃ違う感はないんですけど、マイク通した外音がすごいんで、ね、うん、これレコーディングで使っても面白いかなと思ってやっぱ使ったんですよ、うん、で8、10しか持てないんで12を、うん、その前のタブで使ったら、うん、すごいもうそうですよね、コンコンもあれと思って、俺前のタブ決して悪いタブじゃないのに、なんでこんなに差をつくんだろうってぐらい比べてみると全然違うんだ、これすごいなと思って、うん、でまあそんぐらいいい鳴りがいいんで、このそれがすごい表現できてるというか、結構その分使ったというか、うんうん、の80をメインに結構使ってて、だからその和っぽいフレーズってやっぱ和だ、太鼓にしろその、うん、なんつうの、和っぽいおかずとか結構なんかそっちに寄せたくて、なんかもちろんそのツーバスとかそういう激しいとこもあるんですけど、うん、その細かいところも結構これ気使ってて、うん、でなんだろう、キメが結構たくさんあって、うん、ダダダダダダンみたいな、ダダダダダダンっていう、うん、このリズムだけでもいろんなおかずを結構毎回変えてて、はい、ダダダダダダダンとか、うん、なんかそれを結構考えるのに結構苦労して、そこが逆にハマったなっていうか、なんか自分でもあうまくいったなっていう感じがあって、この曲だから僕も3曲で一番実は聴いてて、うん、あドラムが気持ちいいんですよ、自分で言うのもなんですけど、音もいいですし、なんかプレイも結構練習したんで、その難しい分なんか一番練習した成果が出てるなっていう曲なんですよね、はい、これドラマ要チェックだよね、この曲は、ね、うん、ライブで再現度が高いようにできるように、そうだね、これはもうぜひ生で、はい、うん、聞きたいと思っております、はいはい、じゃあベスさん、はい、どうですかこの曲、なんか、うん、シュンからは、うん、動かないでほしいみたいなメッセージ、はい、うんうん、まあ進行も進行でまあ、ややこしいな、じゃあもう一切動かないって決めてまあ動かないっていうかユニゾン系ですか、そうですね、ユニゾン系なんで、もう余計なことは一切しないと思って臨んだんですけど、すげえ楽勝でしたね、ツーテイクで終わっちゃったマジで早いね、早かったですね、でしかもなんかスタジオがクロノスとは違うんですけど、はいはい、撮ったスタジオが、うん、そこにたまたま B15R だっけな、B15R って何だか何だか超フォアンペグ、はいはいはい、フォアンペグがあって、うん、
それ前バラで使ったことあったんですけど、うん、すげえ良かった記憶があって、うん、激しいけどちょっと使ってみようかなと思って、はいはいはい、うん、まあもう今組み合わせが普通に自分のベースとあのアンプに、はい、あれアンプじゃないよ、ラインを分けて、はいはいはい、片方歪ましてそれをスピーカーに戻してるんですよはいはいはい、すごいことしてますね。いやそれがめっちゃ音良くて、あ本当、うん、それをやってみようと思ったんですよ、その B15R でも。めちゃくちゃ音良かったです本当にニヤニヤするぐらい音良かったです。ああでハマるんですよね、しかもそのドラムと、ね、バストラが相当来てるから本当ベースもね、なんていうの、対抗じゃないけどしていかないと負けちゃうからね。そうなんです。すげえ。で全部指で弾いて。でも良かったね、そのスタジオでさ、たまたまってなのか分かんないけど、はい、それがあったからそこ行けたわけじゃん、はい、ね、君持ってるねやっぱり持ってるね本当たまたまでしたねいやいやいや、あるじゃんと思って、うん、使っていいんですかって言ったら、あいいですよって言われて、よかったね、めっちゃ良かった。あ本当、うん、なんか今まで山梨でいつもレコーディングして、だいたい2泊3日だったんですよ、うん、で1泊では行かなかったんですね。でクロノスはもう撮ってたのがあったんで、今回1泊2日だったんですね。あ2日であのリズムは取れるってこと でわざわざ行くのやめようって言って、うん、でたまたま行ったスタジオだったんですよ。だから、うん、まあそれは運命なのかもしれないですね。めちゃくちゃ良かった。山梨じゃないもんね、機材はね。そんな机なし、ね、何もないほら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 渡辺さん聞いて怒るよそうだよ、何にもない何にもない本当にもう買ってくるんだから何でか買ってくるね、確かに何にもないんだから。ないって買ってくるんですよ、サンドとかあるから。そうそうそういうのあるサンドペッパー、あのギターになってはこの曲どうでしたこの曲。そうですね、まあ、しゅんちゃん節というか、はいはいはい、まあ、16年のやり方がやっぱりしゅんちゃんだなっていう。そうね、うん、うん、なんか一周してまたしゅんちゃん感をしゅんちゃん出してんのかなと思ったね。もう16じゃなくていいとこいっぱいあるじゃん。そうだね別に16じゃなくてよかった。そこを16じゃなくしようっていうちょっと運動があったんですよ運動運動別に16に合わせなくていいっていうそっからまた一周して16がまた結構入ってくるっていう、うん、そのびっくりしたのが、うん、結構これずっと刻んでると疲れるだろうなと思って、うん、ギターソロ明けのなんかこう決めの、はいはいはい、ずっとハイとかファルセットのとこあるじゃないですか、はい、あそこは割とシンプルにこう決めていくつもりだったんですけど、うん、まあ、バルさんの方がですね、あのデモと打ってからって強烈な後半から強烈なツーボスを入れてきましてね。でもねあの私のトク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 トなんか面白くないなと思って、うんうんうん、であのなんかあのその直前のキメキメのとこから、うん、なんかパンドパンドじゃつまらんと思って、うん、なるほど。僕ら焦ったよね、でもさすがに白玉じゃ弾けなくなったそう、もうあ、そうかっつってこれ刻むしかないかよし、刻もうじゃないかっつってそこに迷惑かかったいやいや結果良かったの、うん、結果それでそういうことがあって化けたから、そう表情がちゃんとそこはすごいかっこいい。もう16多いですギターはとなく。うん。あ、本当鳥音がやっぱりタムもそうなんですけど、うん、あの小包みみたいな包みみたいなの入ってるじゃないですか。はいはい、あれ小包みたいな。ちっちゃいね。アマゾン的な感じが。鼓ね。あれが入ってる。小包み。まあでもなんかわかるけど。賢くないなもう全然賢くないですね。いやでもなんか言いそうだよね。あれがちょっとパッキリ出てたんでパッキリ、まあ、サンプリングの音出てたんでそれにこうもわっとしたタムじゃなくてよかったなって。ああ確かにね、なんか対抗する貼り付け感が出てアンサンブルがまとまったのかな、ね、ギター取る前にもう
がっちり、うん、リズム体がとんでもなくいい音だったんで、うんうんうん、逆にギターはあの珍しくアンプ直だけだったね。これそうだね、うん、マジっすか。技術の推移はこの曲では使ってません。ディーゼル感だけでいいでいいいいやつになっちゃったね。すげえな、メタルバンドだ。そうですザ・メタルな感じね。何気にメタル度強いよね。そうですね、僕はやっぱメタル上がりなんでどうしてもお客が好きなんですよ。どうでしたこの曲のギター新さん。いやもうこれはでもそのやっぱさっきも冒頭に話したように陰線法って琴の音階をギターでなぞっていくっていうのが結構やっぱ大変なんですよね。その復元的にこう流れるような運指ができないようになってるんで、やっぱ同じフレットの弦をこう変えていく縦の動きがすごくどうしても多くなっちゃうんで、すごいそこの違和感が大変だったかなっていう。それいわゆる異弦同フレットってことですか。そうですが多いんですよ。それは大変ですね。なんだけどそこでいつもだったらこの指出せば楽勝なのに、あえて小指出しとかないと次が間に合わないとかいうようなスケールになっちゃうから、もう頭おかしくなりそうになっちゃうんですね、どうしても。でもそこをなんとか前編それが入ってるんで、イントロとかギターソロとかで、はい、そうだね、うん、ちょっとだいぶ練習しましたねこれは、うんいいね、でもとりあえず早かったな全部でこの曲だけだったら2時間かかったかかってねえな。早い、 いね。なんだかんだ得意なフレーズだったもんな。さすがだよね。だギターキッズが本当に喜ぶ曲だと思います、うんうんうん、でも簡単にコピーできると思いますよこれは、うん、その音階以外は、うん、音階さえ学べば簡単だと思います、うん、でそしてねなんといってもねハマるよねやっぱこういう曲歌。ああハマってますか。うん、ありがとうございます。以上歌はどうでしたこの曲。歌はその最初デモを聴いた時にその落としのところがなんかこうちょっと物足りなくて、うん、主にここはちょっと変えてほしいって言って、でも結構もうファルセットでかなり高いメロディーにして、うんうん、こう強いメロディーにした方が多分曲のなんかこう説得力っていうか、 なんかこうアクセントになるんじゃないかなっていう話をして、うん、でこう何パターンも作っては変えてもらってっていうのが結構繰り返してもらって、割とそこはすごいこだわってシュンとも作らせてもらって、だから今回は結構今までもう結構高いファルセットあったんですけど、うん、その中でもかなり来てますね、はい、この間血管切れそうだったって言ってライブやったらやる曲じゃないやと一応まだあの復活された復活された人なんで、うん、でも他のとこはもう割とスラッと歌った感じ。そうですね、そうだろうね、はい、うん、他はなんか割とクールなっていうか、うんうん、まあそうですね、なんかそういう対比があっていいんじゃないかなと。まあ、あんまり田中するとあれだけどね、はい、もうぜひ聴いてほしいなって思うポイントがああどこですか。そこですあそこのこのとこです。我鬼と言うな言っちゃうか言っちゃうかいいんですよ。あそことかもうやっぱならではだなと思って、あの感じとかねすごい。そうなんですよ、あそこも僕デモで聴いてるときは歌入ってないんじゃないかな、うん、なんかギターの音しか入ってなくてメロディーの音が聞こえてこなかったんで、でもこれユニゾンで歌っても面白いのかな、すごくダサくなるかかっこよくなるかどっちかだなと思ってすごい悩んでて、で歌詞を一応イメージはしてたんですけど載せないでシュンに送ったんですよ。あ、はい、そしたらなんかシュンがここギターでユニゾンで歌ってって言って、やっぱそう考えてたんだなこいつと思って、でなんかこの曲を一言でなんか象徴するような歌詞にしてくれって来てんなって言われたんで、でまさにそうなってるよね、はい、あ、でもこのフレーズしかないかなと思ってこれでって言ったら一発で OK だったんで、うん、あよかったと思って。面白いわ、歌と琴とギターでユニゾンっていう、あんだけの置くと数になるから、そうだね、パッとこう、うん、やりますね、やりますね、さすがですよね皆さんね。どうしてセールスポイント言っていいですか。セールスポイント言っていいですか。全員の声が入ってるんですか。歌声が全員の歌声が入ってます。どういうこと、どういうこと。基本的にですね、A メロの下の低い音を歌は僕が歌ってまして、はい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 、でも B メロのシャウトとかは僕と夏希がやってるんですけど、こう何と言っても落としのところから入ってくる、はい、後ろに入ってるハミングのような、あ、はいはい、まるでシンセのようなヒューマンボイスのようなこうパッドポイントがあるじゃないですか。あれなんとユウヤさんとバルさんの
声を加工して、とんでもなく高かったまあそう、とんでもなく高かったそんな高いところだった、高いところ取ったわ、ゆうちゃんは高い方だ、あのさ、みんなさ、ファルだったらいくらでも高い声出るって思ってる人いるけど、そんなことないね、そうないよ、ファルでもやっぱ限界あるんだよね、限界あるんですよ、ほんとに、ゆうちゃんはサビもコーラスしてるしね、うん、僕はサビも夫婦言ってる、そう、サビ夫婦言ってる、すごいじゃん、すごいんです、うん、すごいんです、うん、でもシンセトラックは多分 LGL 史上最一番少ない少ないぐらいぐらい、シンセは少ない、シンセはもう2トラックしかない、あ、本当、うん、いや思いつきでそれやれって言われたんですよ、その夫婦っていうのも、うん、デモにもなくて、なんかパンチが欲しいねって言われて、誰か夫婦行ってって言われてなんでなんか俺になったよね、なんでなんだっけ、しかも俺どっちかっつったらファルセットできないファルセットできないって昔よく言ってたでもあれがファルセットでいいのかなって俺もよく分かってない、できてる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 じゃないですか、バルセットとか、バルセット、バルセット、どんな感じの声が入ったんですか、どうぞ、はい、シンゴちゃん、柳沢でもファルで、ファルこれが馴染むのがやっぱねエンジニアさんの力だ聞く限り全然馴染まないですよ生で聞く限りはこれは馴染んじゃうだって、だって俺自分で聞いてすげえ加工したって言ってたじゃんあの特にニサビがかっこいいんだよねあの一サビとニサビと違うんですよ、そうだね、全然違います、全然違います、全然違う、あれがねこれ本当俺の声ってなるじゃあそこもちょっと要チェックだよね、うん、そしてですねなんとびっくり3曲目、うん、未練来た、これはなんと作詞作曲、はい、リーダー、あ、すいません、ね、すごいですね、びっくりしましたよ、これどんな感じで作ったのこの曲、この曲はあの作ったのはそのちょっとなんていうんですかね、そのシングルコイルの、はい、ゲンゲンした音ですね、ゲンゲンした音のダウンのシングルコイルは何、シングルコイルは何、ピックアップ の, あのそういう感じで、あ、要はあんまギターのことよくないこうなんかバーンって入った割に途中からこ う, う 目が泳ぎて、ダウンフレーズというか、はいはい、リフね、レンレンっていうリフ、昔ながらのそうす、あのリフがぽい、ああいう感じの曲をずっと作りたくて、うん、でまあやってみてたんですけど、でいざまあ曲作ってみて、まあそれがなんかこうなんとなくそのサビメロが、うん、なんかこんな歌詞が合うんじゃないかなっていうのがなんとなくだけど、うんうん、頭の中にあって、でハヤトになんとなくあるんだよねっていう話をして、うん、でちょっと書いてみて俺が、うん、分からなかったら丸投げするって言って、うんうんうん、お願いしていいって言って、ああいいよ、とりあえず一回つるっと書いてみようって言って、書けたら書くねって言って、うん、書いてみたら書けたんでそれでどうって言ったら、別に特に直すとこもないよって言われて、そうなんですよね、でまあでもなんつうか、なんかその曲もそうなんですけど、古臭いその昭和歌謡みたいな、そうです、そうです、うん、昭和歌謡だ、そういう歌詞にしたかったっていうのがベターな、ベターな、で女子目線っていうのは昔から やりたくて、なんかその隼人に私とか歌ってほしくて、うん、なんかそういう言葉遣いで、でその女子の気持ちはよくわからないけども、うんうん、すごいなんていうんでしょうね、未練たらたらな女子、うん、女子って基本あんま未練たらたらな子っていないと思うんですけど、うん、中にいると思うんですよ、うんうんね、女子は上書き保存って言うじゃないですか、はい、そうですよ、ね、そうみたいで す, です基本的に、はい、でもこの女子は違うんですね、男っぽい女子なんです、あ、まあ、もしくはこの彼がよっぽど良かったから、ね、そうなんですよ良かったんでしょうね、すげえ良かった、彼どういう、いろんな意味でね、いろんな意味でいろんな意味ですっげえ良かったんだろうね、そんな変なまとめて、そういう汚い話じゃないですか何も全然汚くないよ、そっちに持ってきました、うん、それなんか昭和の乙女の順調だよね、そうなんですよ、うん、すごい、でこの男の人はすごいドエースなんですよドエースなんです、だからもう若い品もものすごい冷たく足がっちゃうんですね、
で、この女子は、すごい、自分の書いた歌詞全部解説する人初めて見たと思う。確かに。なんか一番から語り出したからね。普通はビって書いたら後で読んでくれって。じゃあなんか、まあ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 。その、誤解されたくないのは僕のあんま、ね、バルがやっぱり好きだった彼氏の違う違うほらカミングアウトだよ、ね、この曲で男性と付き合いしてた頃私じゃないんだよ、はい、バルコじゃないんだよ、はい、ハヤトにも女口調で喋ってほしいって気持ちそれはバルハヤトにもね、ハヤトにも組合に入ってほしいってわけじゃないんだよでもさ、これでしかもやっぱそのすごい表現力なんていうの歌、はい、なんでハマってるよね。あ、早瀬さんがね、見事にさすがですよ、本当に、はい、うん、そうですね、僕もやっぱそういう時期ありましたほら全然気持ちは全然わかるよわかるでっていう気持ちで入りましたからね、ブースにブースにね、そしてさらっと歌うみたいなそしてあの表現力でいやさすがだよ、ね、やっぱり少女作なんで言い訳したいんですよね。あ、少女だったんですか。だからさそこまで細かくそっか、あそっか、まだ俺がね、あ、少女っていうのは女の人の言葉ですよねもうライターさんの説明を全く届いてしまって血のネタがもう止まらないですよ。カットなんだっけでさ、あのさ、これ本当はある意味すごいさ、はい、特殊な世界観の曲なんだけど、すごいハマってるんだよね、バンドにもね。あ、まあ、そのあたり皆さんもね、この曲どうだったこの。いやーもうね、この3曲の中で、うん、ギター一番何が面白いって言われたらもう断然これですね。これそうですね、うん、そのまあ何でしょうね、デュエルジェルに今までなかったシングルコイルという、うん、そうなんですよ、和を基調とした、まあ、昔からちょっと前のルミナスぐらいから取り入れてはいたんですけど、うん、まあ、前編通して、まあ、シングルコイルサウンドを構築するしたことがないもんだから、ちょっとね、あの困ってたことがあって、いわゆる僕パートのリードギターはもうバルクのすごい長い付き合いなんで、うん、あいつ多分加、うん、山雄三だなこれなっつってゆうちゃんと話をして、うん、じゃあ上はもうフェンダーだな、フェンダーのアンプ鳴らせばいいなって思ってたんですけど、いかんせんバッキングまでそっちにしちゃうと、うん、本当に昭和歌謡になっちゃうじゃないですか、うん、はいはいはい、そこを結構当日ギター撮りするときまでずっと懸念してまして、でシングルコイルでこういい感じにこう音のギターの壁を作る方法を僕は知らなかったところが結構あって、どうしようかなって結構最後まで迷ってたんですけど、そのさっき夏希も言ってましたけど、その今回レコーディングさせてもらったレコーディングスタジオさんが本当にマニアックな機材をめちゃくちゃ置いてあって、マジですか、でその本当の金持ちのギタリストじゃないと買えないような、うん、トーンタビーというメーカーの、知らんぞ、知らんすかお皿のメーカーなんですよ、もともとは。へえ、お皿のメーカーなんですけど、それの普通セレッションって12センチぐらいの、はい、こんぐらいちっちゃいやつの、ね、1.5 倍ぐらいのお皿一発だけの箱キャビーをもうなぜかポイって裸で置いてあってすごいな。僕は過去にその2発を鳴らしてほしいなと思ってて、その記憶があったから一致したんですよ。これをなんか僕の持ってる簡単なディストーションペダルでこのキャビで鳴らしたら絶対いい感じに取れる、うん、これでリードとの差別化も図れると思って、で撮ってみたらすごい気持ちよく撮れたし、そうなんですよ、ね、いい感じなんですね、いい感じなんですよ。でもうリードギターはもうフェンダーのあれや、どれ使ったんだっけ、デリューク使ったんだっけ、リバーブはスプリングリバーブのやつは使わなかったんだよね。デリュークの方にのスプリングリバーブ全開にして作っ、ビヨンビヨンにして作ったんだよね。それで1本でもすごいよね。だからやっぱそのさっきのあれと一緒でやっぱ持ってるねそういうアンプがね、ちゃんとそうなんですよ、あるっていうのがね、うん、ほんとびっくりしましたね、ね、うん、でもやっぱすごい今までのギターとは全然違う音色が聴けるんじゃないかな。聴けますね、特にあのギターソロとかもね。ああ、ギターソロちょっと頑張ります。いや、いい感じだよね、ちょっとぜひ聴いてほしいよね。はい、あれはあれなんだっけな、あれ本当クリーンチャンネルにフルトーンっていうオーバードライブを
うん、かけただけなんです。フルトーンってオーバードルだってほとんど歪まないですからね。いやもうそれをね目いっぱいまで。でしょ。でもそこまでしてやっとぐらいのもんだから。ほぼ生音の感じだよね。よくご存知。よくご存知。いやいやいや。うん、だからあの何だろう、新鮮だと思うし。ありがとうございます。ね、うん、すごい楽しいですか。ゆうくんもそういう感じ。そうですね。なんかやっぱり曲自体は古いっぽいですけど、うん、やっぱ現代楽器でレコーディング環境を撮ってるんでパッキリ出てるのと、うん、やっぱなんだかんだパワードラムでパッキリ出るんで、うんうんうん、まあやっぱロックの気持ちになりながらもあのすっごい緩くベーシック弾いてます。ああの決めを決めとしないでぬるって弾いた方が、うんうんうん、ブラスのぬるっと感と合う。正解だったと思います。なんか、うん、結局シングルトーンのリードギターがとブラスだけで、うん、曲のイメージはもうマックスまで来てるなと思って、うんうん、そこにそうだね、あのこの度やってよかったね。よかったね。ねえ、うん、そんなちっちゃい声で言わなくてでね、あ、個人的にはこの曲ベースがすごいいいと思ってるんですよ。ありがとうございます。あの絶妙の跳ね感っていうんですかねすごいそのドラムとギターをつなぐのグルーヴだし、はい、フレーズも後半こうちょっと動いてみたりとかしてて、はい、すごいいい味出してるなと思って。ありがとうございます、はい、なんか最初に本当にそのおっしゃっていただいたように、うん、その普通に最初はルートだったんですよ。で面白くないなと思って、うん、ファって跳ねてる感じ面白そうと思ってできたんですよあれが、うん、でフレーズも全部決まってたんですけど、うん、A メロだけエンジニアさんが、うん、ここさアドリブで弾きたいなと思ってはぁってなって。いやでもそれ正解だった。あ、マジですか、うん、でなんかこうコードそこだけ一回起こしてお願いしますバーって撮ってでバル君に聞いてもらってどうみたいな、うん、なんかあのね昭和歌謡のあのいわゆるセッション系のベースの人が、うん、まあこうやって弾いてますけど本当はこんだけ弾けるんですよってやってるみたいな感じがあって笑うとかすごいいいと思ったんですよね。ありがとうございます、うん、なんか弾いてて面白いですよねこの曲は、うんうんうん、なんか最近本当にレコーディングをあわよければ全部指で弾きたいなと思ってて、あ、いいことじゃないですか。でその代わりこの曲のベースはすげえローがないんですよ。 あえて、うん、エンジニアさんとちょっと相談して昔のグループサウンズの人が、うん、そうだね、あのちょっといやなんていうんですかね結構いっちゃってる時の音がそういうなんかもう超歪んでるんですよ。わかる。でもその音だけどさっきも言ったけど跳ねてるし、まあ粘りもあるからその全体としてすごく心地いいベースにちゃんとなってるんですよね。ただ単にあのポコポコしたベースではなくてね、ポコポコしたのはちょっと一番避けたかったです ね。だからやっぱなんかさこういうさ素材をポンって出されてみんなそれいい意味でね、それ元にして遊んでるなっていう、うん、うん、いいパターンだなと思いますね。あとね今回思ったのはね今回の3曲はね、やみつき度がすごく高い。一回聴くと何度でも聴きたくなっちゃう感じがあって。ありがたいです。すごいあの楽しみましたよ。でもだいぶ長くなってますね。いえいえ。